あ、今日もよろしくはいこんにちはよろしくお願いしますはい。あの私たちのあの4月に門出を迎える方たちに向けてのメッセージ的な動画をあげましたよね、はい、私たち恥ずかしい格好してあげましたけど <laughs> はい いや、似合ってたって。本当だったら痛いのに、違和感なかったとか、癒されたとか書いてあったじゃないですか、書き込み。にあった、書き込みにあった。ありがとうございます。本来なら痛い格好なのにって書かれましたね。で、その書き込みの中に、私たちの卒論について書いたとかとか、どんなものだったのかという書き込みがありましたよね。あったあった。我々も卒論書いたよね。マサさんも書いたよね。 そう、そるあるんです。ここに。おら。現物。ええー、ちゃんと、あ、紫色で。はいで。一応背表紙つけて。でですね。はい、タイトル。はい、見えます。はい。はあ。ええー、うん、あ、軍事。はい。はい。九世紀と十世紀の。要するに。軍事について。うん。あの、平安時代ですよね。うん。うん、平安時代の。 国士軍事って皆さんこう軍司で見える感じだと思うんですけど、要するに地方の役人ですよ。あ、そうだそうだ。うんあの国士っていうのは中央から派遣される役人で、軍事っていうのは現地のまあ役人ですよね。地方公務員だな。そうなんです、地方公務員なんです。で、その地方公務員がですよ、笑っちゃうんですけど、あのその権力をまあ乱用してですね。 自分の一族郎党、まあ親戚中を、あの仮にいろいろな役職をつけて。給料をゲットしてたっていう話なんです。いや、なんか、いつの時代もどこでもありそうな話だな。<笑><笑>はい、それが、まあ、あの、最初そんなこと思わなかったんですよ。うん、大学に入って、あの食日本にいっていうのを読んでたって話は、その動画の方でしてるんですけれども。うん、あの、テーマを何にしようかなと思った時に、うん、大して思いつくものはなかったんです。 だたまたまその軍事についての専門書を読む機会があったのであじゃあちょっとこれにしてみようかなっていう軽い気持ちでやったというようなことだったんですがまあ読んでいくと「あれこれって?」って、まあ、資料を読むんですけどねでそのこれってもしかしたら地方公民があの自分が甘い汁吸ってるみたいな。<laughs> <laughs> あの難しく書いてあるとわからないんですよね、うんえの。要するに例えば日本史のまあ教科書でも資料集でも何でもいいんですけど難しいこう言葉でっていうか,ていうか無味感想な言葉で書いてあるとそこに気が付かないんですけど一生懸命読んでいるうちに、うん、あれこれ要するにそういうことよねみたいなことに気づいたというそんな卒論だったんですねなるほど,るほど <laughs> あ、要するにこういうことかって分かれば一挙に書けるよな。はい、で<ー>ですねあの わかりますこれ、手書きで漢文なんです、分、はい、かります、これ。わわわかかかるかるで、これをですよ、うん、原稿用紙に八十数枚書いたんですが、ペン書きなんですね、うん。そうそう、鉛筆なんかで書いちゃいけなかったんだよ。いけないんです。うん、で、時間がないから、もうぶつけ本番で書いていくわけですよね。鉛筆書きして上から書くなんてことをしてたら、うん、100枚とかそんなにも枚数書けないので。うん もうね本当に3日未満、未晩徹夜して清書しましたよ。はい、で、<laughs> いうそうやって製法にして提出するわけだな。はい、はい、こう製法ちゃんとしてね。で、はいあの、この本の製本のセットは大学の生協に売ってたんですね。はい、で色が3色あって、あこの,、まああのちょっと紺に近い紫色と、うん、あとは、えー、とピンク色みたいな色、ちょっとくすんだ色なんですが、うん、それと、えー、抹茶色みたいな色。 その中から選ぶことを、ね、これ自分で好きに選んでいいんですよ。これはこの紫っぽいのは高貴な色じゃない。<laughs> はい、いや、あの、その可愛らしい色が私には似合わないなと思って <laughs> あの、この色にしてみました。<laughs> はい。一番最後にちゃんとね、あの教授のねあの、どういう内容だったか、どう評価するかみたいなものも書いてあって、なるほど今更ながら読んで、ふーんって感じでしたけど <laughs>、えー。なるほど。<laughs> はい。 はい、はい、以上が私の卒論でした私も一応、ちゃんと卒論は書いたんですよ。あれはい、れ大学でね、やっぱりゼミ,あのあのゼミに入れない、あのゼ,ゼミのこう入れる学生の数って限られてるんで、ゼミに入れない、うん、あるいは入らない学生は、別に卒論がこう卒業の要件じゃないんだけど、ゼミに入ると必ず卒論書けというわけだよね、うん。池上さんは経済学部ですね。経済学部ですねはい、うん だから経済学の、のあるいは経済の分析とかいうものをやるんだけど、もうあの4年のときには卒論を書かなきゃいけないってから3年の頃からプレッシャーでさ、何を書いた,たらいいんだろう、何を書いたらいいんだろうって一生懸命考えるわけですよ、<laughs> 俺は、はい。あるいは4年生がこういう卒論をやりますみたいなことをこう発表したりする、それを見ながら、ああ、自分は何ができるかなみたいなことで、でね、よく今、例えば大学生がコピペって言うじゃない。はい コピーペーストっていう形ででっち上げると、俺の頃って、のりとハサミっていう自虐的な言い方があって、<laughs> はい、今のコピペのことだよね。はい。あのこの卒論はのりとハサミででっち上げたみたいなこと言うわけだ。切り張りってやつですね。切り張りだよね。実際には切り張りなんかできるわけないんだよ。<laughs> 全部手書きで万年筆で書かなきゃいけないから、ね、結局参考になるような本を引っ張ってきて、なんだけど、手で写すわけだよね。はい。 そうすると写しているうちにちょっと自分風の書き方になったりして後になってみるとあれあれで勉強になったんだよね <laughs> 今はさあここでいいやってピッてコピーしてやるとさ全然読まないじゃない結果全然こう自分のものになってない <laughs> 当時はそんなこと言いながらもだけど、えー、自分が使えるところいろんな本をこう買ったり図書館で借りてきたりして必死になって探してあここ使えるみたいなことをやってたわけだよね。 やってました、はいはいはい、もう、うん、俺のタイトルは国家独占資本主義と体制的合理化っていうタイトルでしたね。えー、国家独占資本主義と体制的合理化ですかそうです。はい、覚えるのも大変ですはね。覚えてるんだよ、苦労しただけに。<laughs> 国家独占資本主義って、要するに資本主義ってね、<laughs> ねそもそもこう例えばあのアダム・スミスみたいな自由放任。 何でもマーケットに任せればいいんだよなんてやってたらやっぱり1929年の世界恐慌が起きるわけじゃない、はい、やっぱり国家がこうマーケットに介入してコントロールしていかなければいけないんだよっていう風になってくると、うん、こう国家と政府とそれから独占資本主義が結びついていって独特の経済体制ができるんだというのが国家独占資本主義なんだけど、うん、それをこう分析する。 どう,、うん、ういう卒論でしたね、うん、その卒論の結末はどうだったんですか結末なんだとにかく国家、まあ、基本的に国家独占主義でてとにかくあの効率化ばっかり求めていくと、ひたすら効率効率って言って次々にこういろんなところで合理化をしたり、うん、あるいはいらなくなった労働者を次々に首,首を切ったりしていくと、人べらしがずっと続いていくんだよ。そこを何とかしなきゃいけないね。 みたたいな結論だだったと思うんだけどね、うん、どうですか、その卒論を書いて、そして現在のこの日本の経済状況はおまああなんかあの当時は当時で何だな,なく今から思えば非常に幼いというかお、お粗末な分析ではあったけど、なんかほらやっぱりリマンショックが起きたり、うん、あるいは今のコロナで経済が非常になった時に、やっぱり国が何とかしなければいけないってことなってるよね。 あるいはそういう中で、とにかく人減らしをしなければいけません、コストカットですみたいなことがやっぱり、一段とそれがなんかこう悲,惨な悲惨なというか、厳しい状況っていうのはやっぱり生まれてるんだなって思うんだよね。 うんじゃあそのまあ卒論もというか今までの木村さんの人生を踏まえて、はいはい、今後の経済っていうのは <laughs> 今日はそん,そんな経済学の授業じゃないんだから <laughs>、まあ、それは置いといてなんだけど <laughs> だけどやっぱり資本主義ってねやっぱりこうみんなが自由に経済活動して豊かになっていくっていうこと自体決して悪いことじゃないんだけど、うん、でもそれをほっとくとものすごく格差が広がってしまう。うん、格差を 資本主義を守りながらでも格差をもう少しでも減らしていくあるいは格差を減らしていくことが資本主義を守ることなんだっていう観点でやっぱりいろんなところをもう少し見直さなければいけないなっていうなそんなふうに思ってるんだけどねまあじゃあその当時のことっていうのは池上さんの今に生きてるってことですよねまあそうだねでもとにかく卒論書かなきゃいけないからいものすごくたくさんの経済学の方に必死になって読んだから、まあ、それが結果的にはこう今のの 自,自分につながっているでか,、ねうん、かんだ言ってもやっぱり学生時代今から思えばあれ結構勉強してたなと思うね今だって <laughs> そんなこと言ったらね YouTube のね視聴者の人に叱られますよ <laughs> そうですねいや,いや、はい、あの書き込みでも池上さんが学生時代パチンコやってたって意外でしたって書き込みがいく何人もありましたけど、はい、1, 1年生2年生の時は本当にあのパチンコにはまってましたけど。 3年4年になったらさすがに専門に進むと勉強しましたね。<laughs> <laughs> 勉強せざるを得ないような環境にもなったということですね。で、まあ、特にい、はい、1>, 1年のころって、一般教養科目がまあ、つまんない、つまんない、つまんない <laughs> 今ね、あれですよリベラルアーツなんていうことをやってる人がね、はい、一般教養はつまんないって言ってるんですよ、皆さん。 そうつまり一般教養って言われてるのは当時がいかにひどかったかっていう話があるわけだよね。例えばね、うん、哲学の授業でさこう哲学の先生が、はい、今から言うところ大事だからええ書き写しなさいっ,つってなんか基盤だノートを読み上げるんだよね。はい、そうすると必死になって書き写すわけだ。うん、なんかね授業ひたすらその先生がノートを読み上げこっちが書き写すっていうことを毎回やってたわけ。 そしたらある時同級生が、おいあ、これってあの先生が出した本にそあの書いてあって、それを読み上げてるだけだぞ、あの本買えば写さなくていいんだぞって言われて、なるほど、こうやって自分の本を売りつけているんだっていう,いうのがあったり、一番ひどいのがね、えー、文学史かなんかの先生で、とにかく自分の本を買えと、でそこに出席カードが3枚挟み込まれていて。<laughs> <laughs> はい、でだからあの要するに3回あのどっかで出,出席を取るわけでねその時にその出席カードに名前を書いて出さなければいけないわけだよねもう結局みんなその本買わなければいけなくてさそろそろ出席取るかもしれないつっ教室に学生があふれて俺本当にその先生のことを軽蔑したよな。 絶対こんな先生になっちゃいけないっていうのが、まだね、素直にねあの、私の本買ってねって言われた方がいいですよね。ああ、そうそう、それはそのねうがね,、うんね<え>、もしできれば買ってくださいねって言えば、うん、そうですね、買わないと,ととにかく体が取れないような仕掛けって、もう卑怯だなと思ったよねなやそのやり方はね。うん ね、まあ私もあれでしたね、出席取る方と取らない方、やっぱりいましたし、出、うんうん、席カードが毎回色が違うとか、そういうの、やっぱりありました。あったあった、出席カードを配ってさ、で、代表してくれって頼まれて、最初に何枚かもらっといて、で、名前書いて出そうとしたら、ふっと気がついたら、端っこの色がついてて、あ、これじゃダメだって、あ、こんな形で出席代変ができないようにするセンがいるんだって、なんかね、あの、 教授と学生のバカしちゃいみたいなことやってたな <laughs> 今はねそんなことできませんからね大学で今ねだって学生しとっさ教室に入るときにさピってやるとそれで出席ってもう、えー、カウントされちゃうからなまあなんか牧歌的というか何だったかもう何やってたのって今から思うとなんだけどそれはそれなりにあのまあ、やってたんだってことだな やってたんだっていうか、まあ、今は全部きちっと管理されてるっていう感じがありますよね、うんうん、でまあまあ化かし合いって池上さんおっしゃってましたけれどもちょっとその緩い感じのあったところも大学の良さだったのかなって気はしますけれどもね、はいうん、それも含めてのが大学だったんだろうなそうですねはい、はい、なんかお互いちょっとむ昔話になりましたけどやっぱりね書き込みがあるとねついついうれしくなってしまってねはいじゃあ答えを買って気になっちゃうね。 はい、皆さんあの、池上さんがいかに学生運動にも参加していたのかっていうのはまた今度しますかいやいやそういう話はしませんから。機会があったた。ら <laughs>、はいはい。今日はここまでにしまででししし <laughs>、はいはい、お疲れ様